ナンバーアンダーラインアイノー・オー・リング撮影費は仲良しショット爆笑トークに癒されるノー・オー・リングフォトシュートの裏側ファンに届ける特別な瞬間ノー・オー・リングフォトシュートはまさに奇跡的な瞬間を捉えた写真集といえるでしょう平野翔さん神宮寺勇太さん岸優太さんの3人が作り出す特別な世界は ファンの心を一瞬で掴んで話しません。この撮影を通じて、私たちは彼らの二面性やチームの絆をより深く感じることができました。撮影の様子は、まさに高踊り自身美しさに包まれた瞬間と、普段の無邪気で少年らしい姿とのギャップが際立っていました。撮影が終わった直後、中学生に戻ったような無邪気さを見せる彼らの姿は、 ファンにとって微笑ましい瞬間です。骨ならしをする翔さんの姿も全く作り込まれたものではなく自然体の彼を感じさせました。そのような素直さや誠実さが彼をさらに魅力的にしています。またファンが感動するのはアルバムリリース前のこの特別な時間を共に過ごせることです。特にソロ曲透明になりたいへの期待が高まり、 ファンは心を躍らせています。彼らの音楽やパフォーマンスに込められた感情が、いつも私たちに新しい感動を与えてくれます。写真集のページをめくるたびに、神宮寺さんの客船美や憂いを帯びた表情に心を奪われます。彼の色気は、ただの外見美だけではなく、内面的な深さも感じさせます。そして、笑顔にあふれる仲良しの三人、特に、 W ユータの瞬間は、ファンにとって特別な意味を持つものです。こんなにも愛らしい姿を見ると、まるで天国にいるかのような幸せな気持ちになります。ファンクラブ動画では、彼らが完璧なスタイルで決めたかと思えば、まるで5歳児のように無邪気にじゃれ合う瞬間が見られました。この、ギャップが、彼らの最大の魅力と言えるでしょう。 バクイケな姿と可愛らしい姿のコントラストに、ファンは何度でも夢中になります。特に神宮寺さんの色気あふれる表情に、ファンは思わず息を呑む瞬間が多かったのではないでしょうか。さらに、騎士さんの自転車が無事に見つかったというエピソードも、彼らの日常の一面を垣間見ることができる、ほっこりとしたエピソードです。翔さんも同じくユニークな乗り物を見つけて楽しんでいた姿は、 ファンにとって笑いを誘う素敵な瞬間でした。こうした小さな出来事が彼らの親しみやすさをさらに強調しています。ナンバーアンダーライン愛の魅力は何と言ってもその二面性にあります。緊張と緩和、オンとオフ、かっこいいとかわいい、プロフェッショナルと無邪気な遊び心。彼らの持つ多面的な魅力がファンにとって唯一無二の存在となっています。 フォトシュートで見せたその全ての瞬間が、私たちファンにとってはかけがえのない宝物です。この撮影の一瞬一瞬が、彼らの成長とともに歩む私たちにとって大切な思い出となり、明日のアルバムの到着がさらに楽しみになります。彼らの仲むつまじい姿を見ると、三人が共にいることへの感謝が一層深まります。これからも私たちは、 彼らと共に歩んでいけることに感謝し、さらに多くの幸せな瞬間を共有していきたいと思います。No, Ring, p h o t o s u i を通じて、三人の絆と多面的な魅力が私たちの心に深く刻まれました。この先も、彼らが作り出す素晴らしい世界を見続けたいと願っています。そして、ノー r ォーリングフォトシュートを通じて改めて感じるのは、 彼らが単にかっこよさや美しさを持っているだけではなく、その背後にある深い絆や友情が、ファンにとって大きな魅力となっていることです。平野翔さん、神宮寺優太さん、岸優太さんの3人は、それぞれ異なる個性を持ちながらも、同じ目標に向かって共に歩む姿がとても自然で、互いを支え合っているのが感じられます。特にファンにとって忘れられないのは、 彼らがステージ上でプロフェッショナルな姿を見せながら、舞台裏ではリラックスした表情や無邪気な一面を見せてくれることです。このバランスが、彼らをただのアイドルグループ以上の存在へと引き上げているのです。撮影中に見せた自然体な彼らの姿は、ファンにとって親しみやすさを感じさせ、ますます彼らに惹かれてしまう要素の一つです。さらに、彼らがナンバーアンダーラインあり、 というチーム名で表現しているように、まさに数字の一部となることで全体が完成するというメッセージが込められています。それぞれが異なるカラーやスタイルを持ちながらも、3人が揃うことで唯一無二の存在感を放っています。フォトシュートの中でも、この全体の一部という感覚が至るところで表現されており、一瞬たりとも目を離すことができないのです。特に、 ファンクラブ動画で見られる彼らの笑顔やじゃれ合う姿は、まるで長年の友人同士のような温かさが感じられます。翔さんのリーダーシップ、神宮寺さんの落ち着いた雰囲気、岸さんのユーモア溢れる性格が絶妙に絡み合い、見ているだけで自然と笑顔になれる瞬間ばかりです。その一方で、ステージや撮影での真剣な表情やパフォーマンスを見ると、 彼らがどれだけこの仕事に情熱を注いでいるかが伝わり、ファンとして誇りに思わずにはいられません。また、彼らの持つ、ギャップ萌えも、このフォトシュートを通じて存分に感じることができます。ステージ上での堂々としたパフォーマンスや、カメラの前で見せるクールな表情から、撮影が終わった瞬間に見せる子供のような無邪気な笑顔まで、その変化は驚くべきものです。 こうした二面性が彼らをより魅力的にし、ファンが夢中になる理由の一つです。明日アルバムが届くのを待つ間、ファンはワクワクとした気持ちを抑えきれないことでしょう。この特別なアルバムは彼らの過去から現在、そして未来へと続く道のりを感じさせるものになるはずです。特に、ボンや透明になりたいといった楽曲は、 彼らの音楽的成長や感性の豊かさを改めて感じさせてくれるでしょう。彼らが作り出す音楽や映像、写真集などは、ただのエンターテインメントの枠を超え、ファンにとって感動を共有する場であり、彼らと共に成長していく感覚を味わえるものです。ノー・オー・リング・フォトシュートを通じて、その一瞬一瞬がファンにとってどれほど大切か。 そして彼らがどれほど多くの人に愛されているかが改めて実感できました。これからも平野翔さん、神宮寺優太さん、岸優太さんの3人が、ナンバーアンダーライン愛として新たな挑戦を続けていく姿を応援し、彼らと共に幸せな瞬間を共有していきたいと思います。ファン一人一人が彼らにとって大切な一部であり、彼らもまた私たちの心の中に深く根付いています。 この特別なつながりを、これからも大切にしていきましょう。フォトシュート、アルバム、そしてこれからの活動に期待が高まる中、彼らが私たちに届けてくれる新しい物語を心から楽しみにしています。